んじゃないです。今回ですけども、美容室で今より格好よくしてくださいと一日中言い続けたら一体どんな髪型になるのかやっていきたいと思います。すごい。これ検証企画です。本当に1日かけて美容室おそらく5店舗から10店舗ぐらい回れると思うんですけど、ずっと今よりかっこよくしてくださいってオーダーで美容室行き続けます。そしたら最終的にめちゃくちゃかっこよくなってるんじゃないかっていう、これを試していきたいと。で今回誰がやるのか悩んだんですけど、もう厳選なる抽選の結果前さんに決まりました。おめでとうございます。まあ、これでもすごいご褒美企画で、髪の毛におそらく数万数十万かけていくんで、ただのご褒美なんですよ。しかも絶対にかっこよくなるという保証付きなんで。あれはプロですか。そう、プロの美容師が技術を結集するわけですよ。確かに一人じゃない、一人じゃないんですよ。もうチートですよ半分で。元気なみたいなもんですもんね。そうですよ本当に。これで漫画で言ったら鳥山明、小田栄一郎、岸本正さん全員集まって一つの中作ってるみたいな。すごいのできるし、そんなそれを今回山井さんやってもらうと。で1店舗目こちらですね。カット2160円。なんか安くない？ここしか予約できなかったから、まあ、とりあえず予約取ったんで。値段じゃないですか。そう、確かに。そう、腕やから。逆に言ったら腕が良すぎて安くしとんだよ。笑ってる。腕良かったら。とりあえず今現状の前さんをこんな感じっていうのも全部見ておきます。はい。結構長めっす。長い。腕で待ってます。じゃあ頑張って。かっこよくしてもらいたくて、前よりかっこよくでちょっとお願いしたいなっていう。原さんは、まあ、切り目がいいとか、ちょっと長めが気分的に、なんかかっこよかったらいいんですけど。OK です。はい。はい、前さんが終わったみたいで出てくるっぽいです。結構早かったんじゃない。早かったですね。30分ぐらいで終わりましたね。一体どんな姿になってるのかね。うわ、期待。あ、え、どうなってもらえ、あれ、え、あれ、え、あれ、あれ、セットしただけ、え、変わってない。ちょっとちょっと、え、ちょっとだけなんか凛々しくなった。七さんみたいになって。ブロック入って、あ、ツーブロックしたんだ。え、どこツーブロック？横見して、サイド。ああ、ちょっと短くなった。すっきりした後ろ。めっちゃすっきりした。確かに。あ、なんかイケメンだった。あ、まあ、確かにな、なんかかっこよくなった。スタイリッシュだったな。まあ、いい感じでしたよ。ほんまや。めっちゃいい感じ。めっちゃ安かったもんだって、2600円とかある。なんて言われた？かっこよくしてくださいって。あ、わかりましたみたいな感じでした。へえ。二つ返事ない。まあ、そんな感じですよ。ちょっと笑ってますよ。あ、なんかめっちゃバシッと決まったね。なんかいい感じ、うん、いいっすか、うん、よかった。かっこいいな。これで終わりではないですもんね。全然こっからまだ、まあ、前さんもっと慣れるっすよ。はい、では2店舗目、ここですね。ヘアサロン M、 前さんのための店になります。確かに見ました。ここが渋谷にある店なんですけど、はい、でここ今から行ってみてください。いや、まあ、さらにかっこよくなるんじゃないか。確かに。楽しみ楽しみ楽しみ。階段で行くんすか、前さん、6階まで。すごいな。今よりかっこよくしてもらいたくて。すごいですね。あ、なんか今よりかっこよくなんかできたら、それでお願いします。まあ、なんかかっこいいと思うやつでやったのは、任せます。はい。前回カットした時に前回は、最近。はい、前さん終わったみたいなんで、もうすぐ出てくるっぽいです。一体どんな変化を遂げてるのか、めっちゃ気になる。え、お、え、めっちゃ短くなってる。ほんまちょっと短かった。え、ありがとうございます。かっこいいな。かっこいいっすね。ベッカムみたいな髪型になってる。買い回しました、買い回しました。え、なんかグリースじゃん。グリース買いました。なんだそれ。これのなんかセットの下のがグリースってやつで、ツヤが出るらしくて。確かにめっちゃ出てる。後ろ、うわ、短くなってるね。うわ、かっこいいな。いい感じになる。もういい感じやろ、普通に。すごいいい感じだよ。ほんまにかっこよくなるんやろ。2000本くらい。値段もカットだから2700円。えぇ、ー、安っ。やっぱ安いんや。かっこよくなったの。めっちゃいいっすね。順調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 。成功しとるやん、めっちゃ。思ったのと違うわ。次ぐらいから結構やろ。いや、めっちゃプロやからさ。確かに。大丈夫です、うん。はい、では3店舗目、グリコ、原宿にあるとこですね。これ結構有名なとこらしくて、佐竹さんが予約してくれました。これ有名です。うわ、じゃあ、うん、めちゃめちゃかっこよくなる。有名店のだから本当にカリスマ美容師が間違いないや、本気出すわけやから。いや、そう、まあ、デザイン多分結構作ってくれると思うんですよ。デザイン、そういう系の美容師さん。いや、マジで今のとこほんまに2店舗行ってかっこよくなっとるから、ね、なってる。ちゃんと前さんの小顔が結構際立ってスタイリッシュになって、今の方がウケんじゃないかと思うもん。いや、そう、あ、なるほどね。清潔感すごいですよね。夏なるし、これからこっからさらにでもいけるもんな。かっこよくしてくださいっていうオーダーやから。確かに。かっこ悪くなりようがない。対抗価格。そう、じゃあ、皆さん、行ってきてください。お願いします。足取りが軽やかだもん。いや、でも、かっこよくなるんよ。あなんか、とりあえず、かっこよくしてもらいたくて。はいはいはい、はい、例えば、
たらいつぐらいですか。今日できたんですけど納得いかなくて、横とかちょっと刈り上げても大丈夫ですか。ちょっとなんかこう全体的になんかメリハリがちょっとないんで、後ろの横を少し短くしてあげて、メリハリつける感じでかっこよくしていきます。行きます、いつも。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そろそろ前さん終わったみたいで、結構時間経ったの。1時間ぐらいね、パッと入ったんで、かなりの変貌を遂げてるのかなって思いますね。あそこからさらにかっこよくするよって思ったらなかなか難しいけど、やっぱりこうプロの技術って何年もかけてやって、そうっすよ、なるわけですもんね。美容室の数って死ぬほどあるんですよね、確か。死ぬほどコンビニより多いんですよ。コンビニより多いし、日本で一番売れてる美容室ってどれなんですか。1000円カットっす。え、そうなんですか。ぶっちぎりっすよ。来た、めっちゃかっこよかったよ。え、サッカー選手みたいになってない。確かに、めちゃくちゃかっこよかったよ。一番来てない。おちょっと芸術っぽい、なんか海外の髪型とかの感じらしくて、このコンセプト自体全部タイムしてよ。はい、セットがうまいから、確かにうまっこいな、なんかもう普通にマジでかっこいい。これめっちゃいいっすね。カットの値段も多分6000円ぐらいです。ああ、上がりますね。いいとかな、いいとかな。大満足、大満足でしょ、これ。これすごいな。高校とかでサッカーやってて一番モテる感じの髪型っすよね、これ。カットした段階の段階でかっこいい。なんかそのセット前ですよ、かっこいい、ほんまに。セット前ですよ。これでここでやめたいぐらい。やめたいです。だってもう十分でしょ。もっと格好になるとこ見つけたから紹介して、もっと格好になるとこ見つけたから店員さんとかは、知っとる前さん、この企画知ってました。従業員さんの3人ぐらい気づかれてたんですけど、説明した、説明した。いや、説明してない。じゃあ次のとこ紹介していい。もうあれすぐない。確かに、もう店舗見てもらったら、あ、格好になれるなって分かるわ。間違いない。電話じゃん、ヒカル君がもう乱入して自己談判しに行ったんだ。ちょっと進んでください。いやいや、もうなんか嫌な感じで、しょうがないですね。いやいや、なんかえ、ピザ屋で飯食いました。ピザ屋、ピザ屋で彼です。かっこよくしてます。はい、よろしくお願いします。本当に今よりかっこよくお願いします。今よりかっこよくがオーダーでお願いします。あとはもう本当にもう任せます。最強にしてください。え、なんか希望とかどうする。でもかっこよくなれば大丈夫です。この状態でかっこよくしてほしいんですよ。この状態でちょっと目に焼き付けてもらって、それをもっと上回るぐらいのかっこよくしたい。プレッシャーだな。入っていった、入っていった。いいなこれ。めちゃくちゃ渋い男なんて帰ってきそうな雰囲気出てますけどね。雰囲気的にはね。いや、確かにね。4店舗目待っておきたいと思います。初めてですよね。初めてです。本当に初めてです。ドキドキしてる。それはそうっすよね。でもまあ、かっこよくしてくれるくださるんですね。いや、もちろんもちろん。間違いない。気に入ってないですね。いやー、まあ気に入ってないですけど、でももう、もうこれよりかっこよくしてもらいたいなっていう。よりね。はいはいはい。切ったばっかりじゃないですか。切った、切りましたよ。そうっすよね。でもまあ、もっとかっこよくなりたいっていう。かっこよくなりたいっていう。その気持ちで。いや、VR ですよ。先ほどでも十分かっこいいですよ。でも、まだ上あるかなって。上には上がいるじゃないですか。たまにいますけどね。髪切った日に来る人も。まあでもこれはこれで思い通りに行った上で高みを目指して。高み目指せそうだなって思ってるここなら。頂点目指します。そうですね。はい、マシさんからね、LINE が来て迎え来たんですけど、なんか来た LINE 読むと、うん、はい、もうこれ次はないっていう LINE が来て、え、わけまさんがマシさんの今の気持ちを漢字一文字で教えてくださいって来たら死ってきました。あ、死ぬの方の。じゃあちょっと見に行きますか。かっこいい。すごい。すげえ。クローズとか出てきたやん。バキバキじゃないですか。すごい。レッドみたいなってバキバキ。うわ、すごいよ。これ次あるんっていうレベル。これもう何ができるここから。これだってもうナイスでだって本当だってもうジアだよ、もうほんまに。肌やもん。男としての格好だし。めちゃくちゃ格好があったやつ。ダンディーや。一番色で一番格好があったやつ。ダンディーズで。すげえな。うわ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。だってこことかほら、うわで、すごい。ここ取ってもらったもん。すげえ、取ったんだ。ライン入ってんの。ライン入ったすごっ。うーん、ここで分けれるように。こんな前下出て見えんもんな。確かに。いや、それ重っ。車行かへん。一旦一旦じゃ、雨降ってるんで一旦。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、まずい。
からないですか、まあ、さっきまでこれはこれでかっこいいけど、かっこいいですけど、俺は聞いてこないよ、ぶった帽子かぶろうかな。でもそういうお店なんですよ、あそこって。そうなんですね、あそこに行ったってことはそういうことですか。そうそうです、それは僕俺も覚悟してました。だから何ミリとかあるじゃないですか、はい、もう一番なんかその長めね、もうそれのやつでって言いました、ね、覚悟決めるしかないでしょ。いや、そうだ、言うの別におかしくはないよね。そうだ、おかしくない。ただ前さんの今までのあれがあるからおかしく見えるけど、まあかっこいいけどな、これかっこいい。ちょ、前さんこの髪型だったらさっきのあのグレス使えますよ。あー、買ってきた、はい、じゃあ結構買ってできるの。めっちゃ楽やけどな、この髪。喋ってたんですよ、なんで前さん髪の毛切るのにあれ買ったんだっていう。ああ、なるほど、短くなっていくの。顔の質とかやっぱ際立つな。いや、そう、前さんの立っていいです。なんかやっぱ前さん、リバウンド強そうしてくる。ちょっとくるっと回ってみよう、くるっと回ってよ。後ろはやばくない？いかついな。ハイフェードだ、やばい。でもこういうなんか韓国の俳優おるけどな。いや、いますね。全然おるよな、こういうの。パクセロイですよね、うん、確かに。いや、全然逆に韓国っぽくなったけど。逆に。絶対やったよ。これ絶対前下って気づかれるじゃん、これだ。気づかれる。あれなんこれ前さで気づかれるんかな、この状態で。絶対気づかれる。かっこいいっちゃ好きっす、マジで。じゃあ次ね、5店舗目。こっからどうなるんだ、こっから次どうなるやろ。どうなるんというか、店員さん何て言ったの、かっこよくしてくださいって言ったら全然いけますよね。余裕ない、まあ、でも笑っとったよ、普通に。もう言ったんや、ちょっと若干これ4点もペーなんやつさ、振りとかでしょ。まだでもちょっとあのアレンジ加えるパンに残ってる。大体これパンもかけれるんですか。パンもかけれます。いや、じゃあいける。これやっぱめっちゃカラー大事だと思うけど、これこっから。いや、そうですね、カラー次だから一回カラーしてもらったら、ちょっとだけじゃないよ。でもそれ言ったらそう、大事や、そういうの、まあ、大事や、うん、これでかっこよくやるんか、まあまあ言ったらいいか、言ってみて、かっこよくしてください、方法問わずで、まあまあ、何でもいいんでかっこよくしてくださいって言ったら任してくださいになると思う、普通に来るだやから、ここまあまあまあ、次、うん、癒しか、そう。では5店舗目、11階のこのブロックジャパンとかいただけてきたんで、お願いします。いきます。かっこいいな、マジで。どうか、かっこいい。なんかちょっと何笑っとなんか足元めっちゃ軽やかに動けそうな感じの髪型すごいいい感じ。一時クリスチャン・ロナウドこんなんじゃなかった。そうなんだ。まあまあ、ちょっとまたさらに角度してもらうんで、いきます。クリスチャン・ロナウドすごい顔ちっちゃい。かっこよくしてもらいたくて、今より今よりかっこよく、はい、こんな感じの死ぬか、かっこいい感じで言う。いつ切ったんですか。今日っす。今日っすよ。でもなんかちょっとなんかいいですけど、どうですか。この辺は全然十分いいですか。濃い。なるほど。あ、もうあのカット いらないぐらいですか。全然上手だ。あ、なるほど。とりあえず今よりかっこよくっていうのは結構テーマになって、セレクティブオーエイトなのか、すごいアウトスペードカットとか。なるほど、なるほど。ではそれでいきますか。はい、超かっこいい。ありがとうございます。じゃあこのカラーだけで大丈夫です。はい、あれから2時間ぐらい経ちまして、ようやく前さん終わったところに来たんですけど、長かった、長かったな。どう変わってんのか、今確かにもっとかっこよくなってるのか、ちょっとね、待ちたいと思います。4店舗目の変化がすごすぎたからさ。いや、そうっすね。あそこからどう変わるんだなっていう、もうだから、坊主なってるのかもしれないってことですね。坊主やったら2時間かからんやん。あ、そうか、そうか、そうか、で2時間だ、手をほど残したわけやろ。確かに、あの短さ戻そうとしたんかな。逆にマジで謎だ。逆に生やすパターンあるんか。リオに連れてきたんで、多分もうここが最後の店舗か、もしくはラストもう1店舗行けるかなぐらい。そうっすね、ですね。エレベーターが点滅してる。あ、あれ、前さん、あ、じゃ前さん、え、前さん、めっちゃかっこいいやん。ちょっと待って、めっちゃ気持ちいいやん、お前。なんかめっちゃかっこいい。マジで、なんかマジでクローズスーパースターじゃない、マジで Z じゃない。お前 Z になってる。じゃどうしたんですか、前さん。まあ、でも正直、はい、もうその、まあ見せて、はい、あれで
今やるカッコよくしてくださいって言ったら、はい、いやもうカットは、はい、これ以上ないって言われて、カットも最上級、最上級やからカッコいいのよカラーって言われて、カッコいい色で来たらこれもうこれですもうちょっと眉毛とかちょっと金っぽくしたらあー確かに確かに合いそうな気するけどこれガタよく見えるな、こうやって待ってみたら首を太さら、合いまって後ろ見て、後ろ。すげえな。かっこいいよ。金の方がやっぱかっこいいな。かっこいいっすね。確かに。確かに。別なんかお前で本田圭佑みたいな感じだ。あー、なってるなってる。ガチガチで。まあ、サッカーめっちゃマッサージやん。これ見る人だったらめっちゃかっこいいってなると思うで。すげえ。男からしたら、こっちの方がかっこいいって言う方多そうやん。さっきのよりこっちの方がいい。あ、さっきのよりはいいっすね、こっちの方が。全然ありっすね。全然ありっす、マジで。一回眉毛ちょっと金っぽくしてほしいけど、そうっすね、うん、色でいた方がいいっす、色でめっちゃ変わりそう、もうかっこいいなこれやっぱ、いやいいな、セット簡単そうやしな、これセットムズいってあるね、ムズい、逆に結構ムズいらしいっす、そうなんだ、案外すごい進化遂げたな、別人やもんな、どこ行った俺これ俺というキャラ感はなくなったよ、お前払いぶった、ちょっと冷めらげたろかっけーこっちのかっこいいねまず逆やけどテンパりすぎでかいまさにドリブルこうやってこうやってこないじゃあ足技ね確かにめっちゃうまそうさっきかめっちゃうまそうでもいかつくは見えないマジでサングラスかけて出てきたら分からんと思うでマジで海外のスターみたいな感じでマジでスーパースターなると思うマジでゾフサングラスつけないかなワンチャンじゃこれグステさせんでもサングラスけど絶対やばいでとりあえずね次6店舗目はい最後にこうロケマスとかミッキーとかよく言ってるオーシャンっていう料理、はいはい、あの予約行ったみたいなんで、はい、そこに行ってラスト仕上げてもらおうかなと、はい、時間いっぱいやってもらってどうなるのかねじゃあ行きますかあでも、はい、俺らサングラスだけ買っとくわあそうっすねじゃ最後の最後にほんま似合うやつだなもんいやもちろんバチバチのハリウッドのやつは、はい、スターのやつスターのやつじゃ行きましょうナイスではラスト、はい、オーシャンミッティングでくださいましたお願いします。はい、じゃあ、かっこよくっていうオーダーで。もちろん。はい。でも今、ガチで成功したと思うよ。ああ、そうっすね。だって最初のマスターで、今からかっこいい。うん。ガチで。うん。それコメントでも一人だもん、普通に。いや、もう大成功だよ、今。大成功。大成功。で、さらに。さらに。オーシャンさんの仕上げ。じゃあ、行ってきて。お願いします。行ってきます。なんであの自信。どっから湧き出てるの。とりあえずサングラス買いに行こう。オッケー。もう、すげえ。こんにちは。お世話になってます。タイミです。よろしくお願いします。お願いします。すごいっすね。そうっすね。まあ、めちゃくちゃ。そうっすね。今日ちょっとさっき美容室行ってきたんですけど、はい、まあ、まだちょっとの気に入ってなくて、はい、もっと今よりかっこよくしてもらいたいなっていうのがあって、はあはあはあはい、早見さんやったら多分なんかやってくれるんじゃないかなっていう。いやー、いや僕じゃこれよりかっこよくはできないっすね。はい、というわけで6店舗行ったんですけど、なんか最後前さんめちゃくちゃ早かったんやけど、どうしたの？なんか今よりかっこよくしてくださいって言ったら、うん、これ以上無理だって。ゴールだよ、これがパーフェクトすぎて、いじるとこないみたいな。へ、なるほどね。かっこよすぎるから美容師も最終的にはもうこれ以上無理っていうラインがあるんや。まあ、だから早見さんなんか結構やっぱセットも上手いしさ、まあ、何歩でもやりようあるわけや、うん、それの人が最初に投げました。マイスの最終形態こことか。まあここらしいっす、多分。もう一応で俺もちょっとマイスのプレゼントマスク外してると。これバレンシアガの。まあマイスさんといえばですから。あ、なるほどなるほど。後ろ向いてちょっとかけてみて。確かに確かに。ちょっと一回合うかなと思って。いい感じに振り返ってもらっていいですか。マイスに合いそうなやつを持ってきました。オッケー、じゃあマイスさんお願いします。うおお。めっちゃ。マジなんかすごいな。いやめっちゃいいなんかもう海外の人、うん、ほんまにスター。普通に行かせる究極形態やから。これは眉毛いい感じ隠れてるんで。あ、なるほどね。いいや、これめっちゃいい。明日から疲れてるから。カメラ持ってな。カメラ持ってないといけないんで。もうこうなると大事だよ、見てんから。あ、確かに確かに。そこ通り過ぎて。わあ、めっちゃ元気だ。めっちゃ、あ、めっちゃ、めっちゃ光ってるじゃん、これ。誰？もう誰だろう、横から見て。え？横から、やばい、やばい。
確かにめっちゃ誰誰なんマジで2つこれわあすげえこれすげえなマジでかっこいいなマジでなんかモデルみたいですよ ほんまモデルやマジでかっこいい下から前ですいかつすぎやろこれじゃこれでさテレビ2かけてみようよ誰にラフさん出るよラフさんラフさん ラフさん絶対出るの多分出ないかあお疲れ様ですラフさんちょっとあの僕の海外の友達紹介してもいいですかちょっと急なんですけどいいですかちょっとビデオ通話失礼しますすいません今見れてますか画面あ見れてないですねあちょっと見てもらっていいですかね僕の方の画面はい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 見えました見えましたあ見えましたかあじゃあ今から変わりますはいさあ、なんやねん。もうちょっと英語頑張れよ。すげえ、すげえ、すげえ、すげえ。かっこいいっすよ。どうしたんすか？いや、まあ、ちょっとかっこよくなりたくて、今日一日通して、はい、美容院回ったんですよ。すげえ、マジで。めっちゃいい、めっちゃいいやん。どっちがいいですか、ラフさん。前さんと今。いや、3月に行くのどうしてですね。ああ、3月撮ってました。ああ、3月。でもね、多分こっちですよ。やっぱこっち強い、こっち。こっちなんですね。眉毛の色が濃すぎるから、眉毛をもっと脱色しないと。まあまあ、そうですね。これ受けいいって言ってたあれなのこれ。ラオさん、こっちは好きですか？多分ね、てか多分、彼が見ても好きですよ。来た、マイスターの今、ほんまに覚悟になったって。確かに。すごい検証結果。ガチだよ。これラオさんのどっちがかっこいいですか？俺です。